はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。おしたり様、ドラゴンリー様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金とコン太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。5月4日開催のメール党員懇親会、会場定数に達しましたので、ご参加ご応募締め切らせていただきます。メール党員懇親会は、今後も継続してまいりますんで、またの機会にご参加よろしくお願いいたします。衆院選東京15区開票結果、投票率 40%、 前回 59%、 まあ補選だと投票率は下がる傾向にあるんですけれども、3分の2になっちゃった、減りすぎじゃないかなちょっと思いますけれども、立憲共産社民、酒井夏実 49,476票、当選。令和須藤元気 29,669票、維新金沢由衣 28,461票、保守党飯山あかりさん24,264票、トファ音竹19,655票、参政党吉川里奈8,639票、音竹ぐらいまでは供託金没収にはならないかな。及ばなかったものの、国政政党の維新に迫る得票された飯山あかりさん大健闘でした。あとこの維新の金沢由衣さんって地元ですごい活動してるらしいんですよね。辻立ち15,000回とか、すごいな。江東区生まれで江東区育ちで、でなんかモデルみたいな仕事もやってる、めちゃくちゃ地元で活動されてた方に迫った飯山あかりさん大健闘でした。ご本人様、飯山あかりさん、選挙活動員の皆様、応援された皆様、大変お疲れ様でありました。投票率が3分の2になってるので、候補を立てなかった自民党の支持者さんたちがですね、投票に行かなかった可能性ありますね。秋元司、実刑判決受けてからね、投票してもしょうがねえなっていう、刑事事件はめったにひっくり返りませんから、このまま実刑になる可能性が非常に高いですから、自民党候補がいないイコール保守的な候補に投票するではないってことが証明されてしまいましたね。多くの自民支持者は保守だからっていう理由で投票してるわけではないと、知ってるからとかですね昔から あの人だからみたいな、地元でなくても長期間地元に張り付いてなくても、金沢さんみたいに、国のこと考えた公約掲げれば 2.5 万票17万票、約 15% は期待できると飯山さんの得票数で、証明されました。一部のネットウヨが騒いでるだけと無視できない数字なんじゃないの 15% って。まあ政党支持率調べますと、どこでもね、立憲共産社民令和の合計が 10% から 15% になるんですけれども、これ選挙に行かない人にも聞いておりますんで、選挙に行く人の中の 15% とまた意味合いが違うんですけれども、立憲共産社民令和の勢力が酒井プラス須藤合わせた8万票、17万票のうち8万票ってことに非常に危機感が あります。須藤の票はですね、この人知ってるって票も結構あったんじゃないでしょうか。ワールドなんとかって動画も出してますしね、何百万再生もいってる。なんか街中を行列して歩くダンス動画、小池都知事、戦力、応援の音竹ダメでしたね。2万票、学歴詐称問題の小池都知事の力が衰えてんでしょうねこれね。コラボやパップスで利権ファーストの会っていうことがバレたしね、何が都民ファースト利権ファーストじゃねえかってバレたしね、小池都知事の意向だけで当選してる現職の鳥羽議員、さぞかしい今頃冷や汗かいてんだろうな、次はやばいよな、まあ同情してないですけどね全然補選の参戦局で立憲が3勝するという結果にマスゴミ狂気乱舞、テレビ民放連は立憲支持を公言しているぐらい
立憲推しですから、マスコミ狂気乱舞、ほぼ全社がですね、自民全敗と報道しておりました。時事、毎日、その他テレビ局、いや、自民が候補立ったのは一つだけだったんで、自民いっぱいなんですけれども、まあそんなことばっかりやってから信用なくすんですよね。戦していっぱいしたの全敗ってはあんまし呼ばないよね。世論です。候補出せない与党って、民主党政権だけはやめてほしい。田舎でこれだから都会ではもっとすごいことになるぞ。維新これどうすんの。維新もな、万博でちょっとグダグダして支持率下げてますからね。引き続き検討を加速。ゼロ角来た、どんだけ嫌われてんの。乙武さん議員の野望終了。全部ゼロ打ちはすごい。消去法で選ばれてるだけの自民が問題起こせばすぐ落ちるのは分かってた。自民分裂はシグラー。とうとう消去法が効かなくなったのか。増税メガネはやめろという国民の声を聞けと。いくら自民がダメダメだからって言ったって、民主党の悪夢はもう勘弁ですわ。自民の敗案の原因はですね、明らか、裏金脱税を口裏合わせで何とかごまかそう、矮小化しようとした結果がこれですよ。マスゴミの格好の標的になりましたもんね。ごまかしてるからね。萩生田、下村、西村、塩谷、塩谷、瀬古の5人は潔くね、スパッと議員辞職でもしてれば話は違ったんですけどね。安倍総理亡き後すぐに不記載裏金脱税復活させたのがこの5人ですからね。普通に記載して政治資金管理団体の収入として報告してれば課税される種類の金じゃないんだし、何も問題なかったのに、なんでこんなことしたんでしょうって、政治団体の収支報告をつけている私は思います。安倍総理の空き家と待ってましたとばかり不記載裏金を復活させてるから、私たちがまだ知らないですね、層の旨味でもあるんでしょうか、裏金には。自民党はもう自滅党って名前変えろ。参照に調子に乗った立憲泉健太代表、早速解散総選挙を言い出す。次に白黒をはっきりつけていく、そういう総選挙になるだろう。我々は早期の解散を求めていきたい。求めるじゃなくて求めていきたいのはちょっと自信がないからですよね。世論です。立憲全勝か、世も末だね。立教共闘加速かな、もう優勝セール始めたか。本当に A か A のか A 論か。自民の自滅で勝ったんだってお前らが良かったわけではない。せっかく全勝したのに解散求めるとかもったいないのでは。自民党を増する朝日新聞の希望的予想ではですね、自民は次の選挙で70議席失う可能性がある。まあ最大でですけどね。なんつったって朝日は安倍の葬式はうちが出すのが謝税ですって言ってましたんで、自民党増をしてますから、最大原則で261から191議席になった。そうなったら、もしそうなったら、自公委連立か自公民連立じゃないと過半数なくなるかもしれないですね。維新はですね、他党と戦後選挙協力は今後もしないって言ってんで、自公民連立ってのが可能性高いんですけどね。それはそれで公明の影響が薄まっていいことかもしれない。民民は玉木代表は最近いいですもんね。他はどうか知らない。自民が減らした70議席が全部立憲に流れるわけじゃありません。これ、東京15区の結果からですね、自民から逃げた票は 29% が立憲共産に、 17% が維新に、15% がガチウヨ党、飯山あかりさん、ガチウヨ、ネット、地盤なし、地元じゃなし、ネットだけ、っていうガチウヨ党に分散する。須藤と乙武票はですね、ふわふわ票でどこに行くのやら予想できません。立憲が今より20議席、まあ70議席の 29%、20議席増やしても政権交代はないですね。まああくまでですね、朝日の悪意に満ちた希望的最悪予想に基づいて、なんですけれども、立憲参照に石垣のり子立憲議員、人民の勝利とツイートしてしまうこれは大きな話題になっておりました。世論です。
国民でなくて人民。この人日本人じゃないのかな。日本に人民などいない。まともな選択肢がない日本の不幸。冗談抜きで本当に気持ち悪くて不気味。この人目がいっちゃっててやべえような。すがすがしい工作員宣言。人民なんて呼び方は不愉快だ。人民は国民じゃなくて住民って意味だそうであります。そこに住んでる人って意味だそうであります。国民じゃないから市民団体って名乗んのと一緒かな。現在人民って言葉を使ってるのは中華人民共和国と北朝鮮人民民主主義共和国。民主主義でも何でもないんですけど、北朝鮮はね。人民の勝利はこの2国の勝利ってことなんですけど、立憲勝利もそういえば人民の勝利もそんな変わんないのかな。中身人民でしょ、立憲の。あるいは人民の工作の勝利という意味かもしれないな。そういえばあの人民軍といえばですね、中国軍と北朝鮮軍を指すんですけれども、公明党支配の国交省がご利用するハングル簡体字表記はですね、この2軍が日本国内で活動しやすくするためのアシストであるって私言い見ています。利的罪だと思ってます。来るべきこの2軍の日本侵略のお膳立てしてる公明党はって思ってます。私もあの悪意に満ちた人間なんでものすごい意地悪な人間なんで、全員性善説と真逆の人間なんで私、私と同じぐらい悪意があったらこうするよなって予想がなんとなくつくんですよね。というわけで、飯山あかりさん大健闘でありました。及ばなかったのは残念でしたけれども、次もあります。次はもっと投票取っちゃいましょう。私も頑張りますけれども、まあ、保守党の皆様も頑張ってください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。